人のワイバーンが屋上に降りるのが見えたから。あなたは。
りしてください。先輩、ギリューさん。一人で背負い込んじゃう。
相談ぐらい乗ってやったのにさ。それは無理よ、鈴品さん。彼の性格からすれば。それはそうですけど、だけど。しまったことを悔やんでも仕方ないよ、ユキちゃん。今できることを考えよう。鈴篠先輩なんてね、偉そうなこと言える立場じゃないか。私にだって責任あるわけだし。はい、そうですけど。それは私がゴーストだからですか？確かに初めはそんなつもりありませんでした。もうピアノなんか弾きたくないと思ってましたから。わかりました。私がなんでこんな行動を取ったのか理解してもらうにはそれしかないってわかってますから。それも一つの理由です。そうです。リリスがお願いしたの。ピアノ弾いて